オッケーです。入ります。いやー面白いね。バタバタンビレ最高だよね。毎週ワクワクが本当止まりませんってそのまんま。そうなのよ。これ本当にあの昔ね、うん、あのやってたコーナーだったんだけど復活させてよかったわね。ここでしかお会いできない方とか ね本当にいらっしゃって。本当にね、どこに繋がるやら本当にね。私もプロレスラーの方にお会いできるなんてもう思ってもみなかったので初めて見に行くんだよと。ねえ、何してこう格好が正しい格好なんだよね。でも私たちあのリングに上がらなくていいからこれないの普通にお話ししていきましょうね。上がってみて私一回あのねロープのとこに、うん、えいってやってボヨヨンって戻ってきてみたいのよ。そうなるのかな本当に。あ、上がっちゃダメなのかな、上がっちゃダメなの。そしてリングに上がったりとかできないの。これはできない。できないもの。よしペロになんなさいよ。私あと30年ほどかかるできるかもしれない。肩だけやるねー。楽しみだよね。別世界だね、うん、知らない世界だ。男性のねプロレスだから今度は男同士のほら、ね、そういうの。あ、男の人ばっかりで女子はまた女子プロレスってあるから別なんだ。別なのよ。私もそれも知らなかったのね。知らないわよ。今回行くのに一生懸命調べてた。ミックスでやる時とかあるの。なんかこの間ね、先週ゲストで前の番組でお見えになってた女子プロレスラーの方が、あ、男性とあマッチしたって言ってたじゃない。そんなこともやってらっしゃる、ね、いろんな形があるよね。知らない世界。いや楽しみだ。どうしますか。寿司つけてっちゃう。私もいやー必ずつけてっちゃう。なんかつけてっちゃおうか。なんかやらかしたいよね。じゃあ私卵ブローチでさあるじゃん。なんかせめてそこだけ。そうだね。じゃあ寿司さんと一緒につけようか ね。なんだいややっぱ楽しまないとだって私たちなりの楽しみ方っていうのがあるもんね。あるあるある。勝手に実況中継とかいいね。iPad でね。あ、ね。あ、そうしよう。楽しい。キャーって。キミさんキャーキャーばっかり言ってるきっと。なんか私基本的に痛いのとかさ、あのなんか怖いよね。そうか。バーンとかだって音も結構きっとするよね。私多分ね燃えると思う。いや。カメラマン一人映ってくる。行く前からこうやってワクワクしたりさ、うん、こういうこともないよね。そう、だからこれも楽しみの一つなんだよね、うん、やっぱりね、事前に情報をね調べたりとかしてさ、何組か出てくるでしょ。そうそう、6、7組ってね。悪役もいるのかな。いかにも悪役って昔の人しか知らないけど、あのいたじゃん、傷だらけになる人だね。こうサーベル持って出てきたりね、フォーク持って出てきたりする人もいたもんね、昔はね。どうなってんだろうね。どうしよう、ドキドキしちゃう。ドキドキしちゃう。もう来週とか、来週とかだよ。そうそう、あと1週間ドキドキしないといけないですね。何来てくる。何来てくる。超楽しみ。ね、楽しみです。また放送でも報告しましょうよ。しましょうしましょうね。気を聞いてね。ね、それでは十分楽しんだので、ね、見に参りたいと思います。はい、さあお別れの時間ですね。お楽しみいただけましたでしょうか。週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしています。デリシャスなラジオ月9はクリスタル、次の番組はハッピートゥナイト、ミキナさんとカオイさんがお届けします。チームクリスタルではコンシェルジュアシスタントを募集しています。あなたの参加をお待ちしています。クリスタルのホームページもオープンしていますよ。カタカナでクリスタルレインボークラブ .com へアクセスしてください。チームクリスタルの番組情報は映像に写真盛りだくさんでございます。どこからでも楽しめるのもクリスタルスタイル。いやー今日も本当にたくさんでね、あの裏役者たちがうるさいですね。やっぱり喋るよね。本当に聞こえないし喋ってるね。喋る。後でちょっと注意しとこうね。はい、はい、2016年クリスタルのキーワードは弾けてしまえ。心のままにあなたの素敵が輝く一年でありますように。では参りましょう。合言葉はお互い様にありがとう。本家クリスタル、また来週あなたのクリスタルが今夜